エトルちゃんを見た。私はユリ、とある物流事務の OL をしているが、あのね、困るのよ。もっときっちりやってもらわないと。ここはハンコ押すやつでしょ。落ち着いてよく見直せばいいのに、なんでこんな簡単なこともできないのかしら。すみません、容量悪いわ。これだから高卒は。社内の資料なのにそこまで言わなくても。ご覧の通りうまくいっていない。私は数年前にこの会社に入社したのだが、家庭の事情で高卒ゆえか、やたらとあざみ主任の目の敵にされた。学歴がないとかわいそうな。まだ終わってないの？まったく。オーバーすぎる量の仕事を押し付けられたり、パワハラ三昧となってしまっている。やっぱ学歴って大事ね。うちの子も気をつけないと。あの主任、言いづらいのですが、仕事の量が多すぎて割り振りを考えていただけませんか。え、私のせいにしようとしてるの？あなた独身でしょ。時間なんて山ほどあるくせに残業しなさいよ。残業しても追いつかなくて。だから容量が悪いって言ってるの。ああ、やることたくさんあるのにお説教が長すぎて時間取られちゃった。まずはファックスこなしてメール返信して、それからゆうりさん、災難だったね。ねえねえ、あざみさんなんだって？また学歴がどうとか言われたの？あの人好きだよね、そういうの。すいません、今時間なくて。あっそ、ごめんね。ダメ、教えてくれなかった。ケチじゃないね。この調子で私は劣悪な環境に参りきっていた。そんなある日のこと。ゆりさん、急性潰瘍ですって？え、給食だって。嫌味よね。あざみ主任ってなんでゆりさん嫌いなんですか？学歴のない人間なんて軽蔑されて当然じゃない。努力してこなかったんだもの。ああいうのは都合よく使ってやればいいのよ。ま、復職はないでしょうね。こちらも対応を変えるつもりないし。厳しい。どうするのかしらね。この先独身だし、お先真っ黒じゃない。あなたのような陰険な人とはもうやっていけません。退職します。学歴ってバカみたい。あなたみたいな人間になるくらいなら考察の方がまだマシよ。またあの夢か。実際は陰でバカにされていたのを聞き、こっそり退職しただけ。私にはっきり言う勇気なんてなかった。今日は桂さんとデートだ。支度しなきゃ。今日もよく眠れなかったのかい？顔色が悪いよ。あ、すみません。私は退職後、婚活を始めた。どうするのかしらね。この先独身だし、お先真っ暗じゃない。あさみさんの言うことが気になったのもあるし、暇にしているとパワハラされたことばかり思い出して寝入るから、何かしていたかったのだ。またあの夢を見て。気にしないようにしないとですね。焦ることないよ。心に受けた傷は簡単には治せないけど、何か楽しいことして塗り替えればいい。ねえ、来週も会ってくれるかい？できれば正式に付き合ってほしい。私なんかでいいんですか？私高卒だし、その…そんなのどうでもいいよ。僕はゆりさんの優しいところに惹かれているんだし。あの、喜んで。こうして私は桂さんと正式に付き合い、やがて結婚することになった。桂さんはとある大学の研究職で優秀なため、その業績で若くして准教授になれたというすごい人だ。私とは正反対の優秀さに初めこそ萎縮したが、桂さんはとても優しく、一緒にいると落ち着く素敵な人だった。彼と結婚し、私はこの上なく幸せのはずだった。まだあの時の夢見るなんて。まだにあかねさんからメール来るからかな。元気？あれからあざみさんは相変わらずだよ。ゆりさんが辞めてからみんな心配してるよ。その後どうしてるの？ゆり、また眠れないの？あ、ごめんなさい、起こしちゃって。またあの夢？こんなこと言いたくないけど、そのあかねさんって面白がってるだけに見えるよ。律儀に返信しなくていいんじゃない？もう前の職場のことは忘れた方がいい。そうだね。そう落ち込まないで。
今日僕の学会が終わったら君のお気に入りのお店で食事しよう。本当？うん。だから元気出して。僕の研究室で見どころのある子がいてね、その子の研究成果を発表しに行くんだ。僕は今回サポートで。なんて優しい人なんだろう。そうだ、私はもう幸せなんだ。いつまでも昔のことにとらわれる必要はない。その後も私は雲を見続けたが、自分にそう言い聞かせた。あざみさんに直接言い返したりはできなかったけど、幸せになったことが何よりの仕返しだと思うことにした。うん、うん、着いたから待ってるね。うん、大丈夫、ゆっくり来て。食事楽しみだな。うん、やっぱり幸せ。私は私で誇りを持てばいいのよ。そのうち悪い夢も見なくなる。少しずつ回復していけば。あら、誰かと思えばユリさんじゃない。サミさん、なんでこんなところに。久しぶりね。なんでこんなところにいるの。まあなんていうか、不釣り合いな場所じゃない。これからどうしたの。高卒だし苦労してるでしょかわいそうね。よかった、私はちゃんとしてて。いつも見る夢ならここで反論したり引っ叩いたりしてるけど、どうしてもそれができなかった。あ、え、その説はどうも。お元気そうで何よりです。あざみさんにもとてもお世話になりました。おかげさまで結婚して今は幸せにやってます。相手と同じレベルに落ちたくない、その思いでとっさに取った行動だった。幸せね。まああなたと釣り合う人じゃたかが知れて。ユリ、お待たせ。その人は？紹介しますね。夫のカツラです。カツラ、こちら前の職場でお世話になったあざみさんよ。どうも。この大学で研究職をしております。ユリ、この人って例の？ええ。父さん。え、ヒイラキ君のお母さんなの？私、息子を迎えに来てて。ちょうどよかった。母さん、いつもお世話になってる先生だよ。桂先生はすごいんだ。この人の論文は有名で多くの研究者が注目してるんだ。そのおかげでうちの研究室はハイレベルな施設を獲得できたし、僕もそれを生かした応用研究をしてて。あれ、母さん待ってよ。それじゃあ桂先生、またよろしくお願いします。うん。あざみさんの息子さんが桂の生徒だったの？そうみたいだね。その後のことは、あかねさんから長文でメールが来た。久しぶり。ね、すっごいニュース。あざみさん息子さんに縁切られたんだって。っていうかさ、ゆりさんエトラ大の教授と結婚してたんだ。あざみさんから聞いたよ。会社でイライラしているあざみさんを見て、あかねさんは面白がって話を聞き出したらしい。あざみさんはバカにしていた私が、自分の息子の身体に関わるような人の嫁になってるわ、幸せそうな顔をしてるわで怒り心頭だったらしい。ヒイラギの先生と結婚してって、結婚して幸せだなんて言って。そうなんですね。よせばいいのに、あかねさんに全部ぶちまけてしまった。そして、ねえねえ、ちょっと。わざわざ事の経緯をすべて息子さんに告げ口してしまったのだ。自分の母親の悪事を知らされ、息子さんは今まで横暴な態度を取られていたことも手伝って絶縁宣言。あざみさんは反狂乱となってまともに仕事ができなくなり休職中らしい。というわけ、あざみさんどうせ復職してこないだろうし、ゆりさんも復帰しない？もっと詳しく話聞かせてよ。うん、噂好きのあかねさんと連絡を取らなくなったから詳細は定かではないが、さすがに今回の件はやりすぎだと周りから非難されたらしく、あかねさんは今職場で一人浮いているらしい。群れていないと安心できない性格なので、辞めるのも時間の問題だと思う。ヒイラギ君が母のことを謝罪したいって僕に申し出てきたよ。そんな、いいのに。彼はちゃんとしてる子だからね。本人は気に病むかもしれないけど、丁重にお断りしておこうか。そうだね、謝罪とか関係なくお茶でもしようって言っておきましょうか。うん。ヒイラギ君はその後、彼自身の努力で無事希望の海外の研究所に就職した。そもそもカツラにヒイラキ君の身体を決める権力はなかったのだが、まあアザミさんには知る由もない。アザミさんが自滅したのはたまたまだけど、あそこで夢の通り引っ叩いたり真正面から相手しなくて本当に良かったと思う。まあにこやかに対応したのがかえって不気味だったのかもしれないけど。おやすみユリ。
うん、おやすみ。こうして私は私の誇りを取り戻し、再び安眠できるようになったのだった。ご視聴いただきありがとうございました。正直オーバーすぎる量をこなせるかどうかって学歴関係ないですよ。むしろできる人が稀なレベルです。そもそもの話、学歴がないからって理由だけで軽蔑していい理由にはならないです。やむを得ない事情で学歴がない人だっているんですから、人となりを押し量るのに使わないでほしいものです。まあある意味この人は学歴だけで人のことを判断する人なんだって悪いイメージにしかならないですけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。